ラーヘテプは、古代エジプト第17王朝の初代、または二代ファラオ、第17王朝の創始者とされているが、どのような経緯で即位したのかは分かっていない。先代の王たちとの間に、血縁関係はなかったと見られている一方で、彼以降に即位した王たちは、すべて同一の家系に属していると考えられているため、鳥の王名表に書かれた王党の再構築を、試みた。 近年の研究では、ラーヘテプの知性を境として、第二中間期にテーベを支配した初期の家系を、第十六王朝、イアフメス一世につながる後期の家系を、第十七王朝とすることが多いラーヘテプ以前の、家系が断絶した理由としては、当時のカエジプトを支配していた、外国系の移民族ヒクソスによって滅ぼされた、可能性がある。実際、テーベより、南のジャベレインには、 第15王朝の王アンの命で築かれた神殿の遺構など、ヒクソスが活動を行っていた痕跡が見られる。また、残された碑文からラーヘテプが、コプトスの民神殿やアービドスのオシリス神殿で、修復工事を行っていたことが分かっており、これも上、エジプトがヒクソスによって一時的に占領され、略奪による破壊活動が行われたという説の裏付けとされている。 テーベがどのようにして主権を回復したのかは分かっていないが、ラーヘテプ以降の王たちは、アビドスの北を、ヒクソス勢力との国境を落とした。その後も、第十五王朝との直接的な対決は避けられ、第十七王朝末期の世間エンラーの代までの数十年間、平和的な関係を維持することになる。ラーヘテプの後継者のセベクエムサフ一世が彼の息子であったかどうかは不明である。 だが、セベクエムサフ1世の息子で、後継者のアンテフ6世の王妃セベクエムサフの、名前不明の母は、秘文の中で王の娘の称号を与えられており、この王がアーヘテプである、可能性がある。また王妃、セベクエムサフは、王の姉妹の称号が与えられており、これは、彼女の兄弟に王がいたことを示している。これは、アンテフ7世やセベクエムサフ2世、 あるいはセナクトエンラーのいずれかであると考えられる。したがって、第17王朝中期の王たちは、その全員にラーヘテプの孫である可能性があり、そうでなくても何らかの形でラーヘテプの家系とつながっていると思われる。ありがとうございます。